あ、そうだね。こんな今のさ、テンション的にさ、あ、ちょっといいトピックの話するかなと思った。今、村毛のバロランと、ムラッシュゲーミングっていうゲームチームのバロランとかすっげえ喧嘩してるらしいので、今度配信中に喧嘩させるわ。そんな、じゃあ、それ込みのエンタメだから、いや、その話するんだったら配信つけてやろうぜって思って。配信つけてやります、今度。どういうとこで揉めてるか。別に仲良しチームじゃないんで、いや、喧嘩っていうか、あれだよ、その、くだらない人間関係の喧嘩じゃないよ。志とかの、問題でね。ちゃんと配信で白黒はっきりつけた方がよくねえかっていう話。話し合い、座談会、ムラッシュゲーミング、株主総会。いや、熱いがゆえのだよ。気持ちが熱いがゆえの喧嘩だったらもう表に出すべきでしょ、そんなもん。だからさ、今後の方針も含め、今度配信中に、その、お話しようかなって思ってます。加藤さん、ちょっと、ミーティングのお時間くれませんかって言われたから、ちょっとそれせっかくだから配信しねって言っちゃった。でも配信中だからといって変に取り作ったりしてほしくないの。思いの丈をやっぱ世間に発信するっていうのは、大事なことだ。俺はこう思ってんだ。もしかしたらさ、みんな各々配信はしてるけど、視聴者の前では本音が言えないかもしれないじゃん。もうそれなしで。喧嘩してないよ、全然。喧嘩というか、まあ、今後のことは話し合うってだけで。だからその、夏ジョコベンチとかっていう話をさ、まあ俺らが一方的に決めてるからさ、メンバー間で。まあ、そこら辺の話を、まあ、もこちゃんも聞きたいから、配信でやろっか、みたいな感じで、次は。配信の値段にもなるし、もし何かあった時に、その、みんなが納得できるでしょ。配信としてちゃんとやってれば、本人の言葉を直で聞けるからね。そう、ミーティングを5回でやるって言っただけで、別に喧嘩はしないよ。するならするけどね。ボロクソにいいけどね。俺は誰にも文句言われる数じゃないけどね。だって俺だけだもん。レジェンドズ飛んでるの。普通にボロクソに言い返すけどね。なんか言われたら。文句言われたら言い返すし、って感じ。日程決まってないよ。俺実力修行し、ん?至上主義だから、興味ない。人の良さとかは。人間性がクソゴミでも、俺より100倍強かったらそいつの方がいい。選手として。実際配信の話やって、まあ全員だよ、全員。チーム活動は楽しくやれてるか意味よ。まあ、みんな真面目にやってたら楽しいよ。仕事してるよりかは、まあ、好きなことできてるから普通に楽しいよ。チーム活動やっててイライラしないことなんてないからね、絶対に。自分にもイライラするし。チーム練習最近は割と、まあ、普通にできてるかな。スプリット2がこれだったらなーってのあるけど、まあなんか、いろいろ経験して成長してる部分もあるんじゃない?他の人は。今日機嫌いいのやめて。いつも機嫌悪いみたいに思われるから。いつも機嫌いいけど、めちゃめちゃ重たい話振られた時、メリ的にはって言え。どうすんの俺、それで俺がクビになったらお前どうするんだよ。その喋り方がさ、あのこのうんこちゃんのさ、勘に触ってさ、めちゃくちゃキレられたらどうすんだよお前ら。クビになったらそれで、お前うぜえから黙れって言われて笑ってあげる。一生涯ネタにするよ。最悪、本当に最悪。お前ら面白くても俺笑えねえよ。俺だけ引きつってんじゃん、それ。不幸すぎる俺だけ。